事任務を中止して基地に戻れだと。冗談じゃない。まだアディオの件は終わってねえっていうの。まさかバスターコール。セフは神の息吹もろともあの島を消す気か。目標、バフルド中央の巨大兵器。全艦作戦を遂行する。やっと来たか、バスターコール。ワッフルドに戻されたのはやっぱり私一人。ルフィたちはどうなったの？まさか神の息吹に何かあったんじゃ。いねえとここから出られねえぞ。リムさん、戻ってきてください。なあナミ、どうしたの？俺思い出したんだけど、初めて思い出の旅に出た時リムが言ってたんだ。あのキューブがメモリアを再現してるって。確かに言っていたわね。じゃああのキューブをどうにかできれば現実世界に戻れるかもしれないってこと？おいおい、何言ってんだお前ら。そんな危ねえもん触るのも怖えよ。もし触って壊れてもしたらどうなることか。世界ごと俺たちの体までバラバラになっちゃったらどうすんだよ。よし、殴ってみるか。え？いや、なんでそうなるんだよ。やめてルフィ、私たちまでバラバラになっちゃったらどうするの。もし壊れでもしたら何が起こるか。このゴムのビスカラなんだ、簡単に壊れちまった。無事に戻れたみてえだな。ふざけんじゃないわよあんた。戻れたからよかったものの。思ったじゃねえか。それはね。何が起こってんだ。あれは海軍の軍艦じゃねえの。あの軍艦、火力、当然まさかバスターコール。どういうことだよ。なんでワッフルドにバスターコールだ。このままでワッフルドは沈められてしまうわ。なんなのあれ、雷が軍艦を攻撃してる。こんな不自然な落雷見たことない。塔の光の方はリムさんが話していた神の息吹でしょうか。まさかこの騒ぎはアディオに関係してんのか。リムの匂いがするぞ。さっきまでここにいたんだ。無事に戻れてたのね、よかった。匂いはアディオの小屋の方に向かってるぞ。リムが心配ね。私たちも行きましょう。
なんでこの島にバスターコールがかけられてるんだ。ディムが話してくれた神の息吹が原因かもしれない。そいつは政府を動かすほどの危険な兵器なのか。兵器かどうかもわからない。情報が少なすぎる。とにかくディムを見つけて早くここから逃げなくちゃ。ディムの匂いはアディオの小屋の方に続いてるぞ。それにしてもあの雷、とんでもねえ威力だったな。ああ、確かにありゃ俺たちが戦った巨像の火じゃねえ。おい、あそこ！リム！よかった、気がついた。リムさんが急に消えたので心配していたのですよ。ごめんなさい、アディオが心配。私、あの塔に行かなきゃ。あの塔の正体、あなたは知っているの？天行の塔、神の息吹を祀るために作られた塔よ。あそこで暴れてやがるのがカルマ。ってことはアディオの奴が動かすことに成功したと考えて良さそうだ。仲間を呼び寄せてみんなで暮らすのが目的なんだろ。だったらなんで暴れてんだよ。リム、私にもわからない。アディオに聞いてみないと。どうする、ルフィ。アディオに会って話を聞くぞ。塔に急ごう。リム、体は大丈夫か？うん、今はそんなこと気にしてる場合じゃないから。辛くなったらすぐ言いな。その時は俺が運んでやる。うん、ありがとう。みんな、天行の塔に行くにはこの先の分かれ道を左よ。リムさん、こちらで合ってます？うん、大丈夫。このまま進んで。無事だといいけど。心配すんな、あいつは強いからきっと大丈夫だぞ。うん、そうだよね。塔はこの先、今なら入れるはずよ。でもどうする、ルフィ。橋がないぞ。橋なら俺に任せときな。あっという間にかけてやる。どこから出てきやがった。あいつなんだか怒ってねえか。融通の効かなそうな面構えだな。どうする、ルフィ。仕方ねえ、クランキーは橋を頼む。あいつの相手は俺たちがする。みんな、いっぺんに行くぞ！ギャッ、フォース！ゴムゴムの！キングコングか！
私が相手をしましょう。三刀流奥義、一大三千大戦世界。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか海賊王。しししし、ない。目指すわ。こっちはもう大丈夫だ。いつでも行けるぜ。よし、先へ急ぐぞ。ところでアディオさんはどうやって向こうに渡ったんでしょうか。アディオは小舟を隠してたから。よほほほ、それはそれは、いやー、用意周到ですね。このまま進めばいいんだな。ええ、天行の塔はこの先よ。前は内海にあんな塔はなかったよな。怪我を治すため姿を消していたの。怪我？誰の怪我だ？あそこに誰かいるってのか？それは行けばわかるだろう。そうだな、よし行こう。見えてきたぞ。これが天行の塔。ええ、そう、ここに神の息吹があるの。なんだかおっかねえな。なんでしょう、鳥肌が立ちますね。私肌ないんですけど。よっ。ここにアディオもいるんだな。間違いないわ。よし行くぞ、塔を登ろう。ちょっと皆さん、私寂しい。よし、アディオのとこ行くぞ。どんな時でも休憩は大事だぞ。この景色、夢でうなされそうだわ。大丈夫よ、現実でここに来てないならメモリアの記憶は次第に薄れていくわ。夢の中の記憶みたいなもんか。それじゃあ俺たち、リムとの冒険も忘れていくのか。少なくともこの場所を訪れたことはね。忘れねえ。え？全部大事な俺たちの冒険だ、忘れるわけね。そうね。なんだ、リム、お前が出したのか、その箱。私は何もしてない。どうしてキューブが現れたの？
船長だからな。よほほほ、綺麗な場所ですね。なんだか不思議空間に似てませんか？似てて当然なの。不思議空間はメモリアの入り口、そしてメモリアはこの塔が作り出しているものなの。え、それじゃリム、いつもの不思議空間は？この塔が作り出してる空間、私はこの塔の力を借りてるだけなの。すげえ！今どっから床が出てきたんだ？見ろ、なんか光ってるぞ。あそこに行けばいいのかな。あ、どこだここは。どうやら別の階層へ来たよね。なんだ、また箱じゃねえか。おい、ルフィ気をつけろ、そいつは敵だ。刀がうずく。いや、フォース！ゴムゴムの！キングコングか！まだやるなら相手になるぞ。修行の成果が出今週の。今のは何だったんだ？誰から出たキューブだ？いつもの記憶のキューブじゃないわ。侵入者を排除するための仕掛けなの。浮いているキューブには近づいちゃダメ。近づくとさっきみたいなことになるのね。私たちの記憶を読み取ってキューブを敵に変えているのかしら。とにかく気をつけて進みましょう。キューブだったらリム、お前消したりできないのか？このキューブは塔が作り出したものなの。私じゃどうにもできないわ。なんか方法はねえのかよ。やめとけ、やるべきことは変わらねえよ。進むだけだ。また上の階へ移動したみたいね。また一つ上に来れたと思えば
こっちにも敵がいやがんのか。はあ、やっと先に進めるわね。この先は雰囲気が違うみてえだな。この森見たことがある。どうしたんだリム。思い出したの。私はずっと昔にこの塔を登ったことがあるわ。でも全部は思い出せない。ごめんなさい。いいさ、どうせ上まで上がれば全部わかるんだ。塔の中とは思えねえな。もしかしてここもメモリアなんでしょうか。違う、ここは現実。誰の思い出の中でもないわ。嫌な匂いがするぞ。確かにな、本当なんか嫌がるぜ。ここまで来たんだ。鬼が出ようが蛇が出ようが立ちはだかるやつは切り伏せるだけだ。よし、砂人の遺構にいたやつじゃねえか。何が出ようが関係ねえ。俺たちは前に進むだけだ。ああ、こいつをぶっ飛ばしてアディオのところに行くぞ。よし、みんな準備できてるな。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポン。俺の方はいつでもいいぞ。この世に治せない病気はないんだ。助かったチョッパー。おう、きっちり肩をつけるとするか。そっちか、三刀流奥義、一大三千大戦世界。俺の方が強い、それだけだ。力を取り戻せたみたいね。こうして、キャプテンウソップにかかれば大した敵じゃないぜ。よし、先へ進むぞ。お、またあの光のやつだ。これは古代文字。光って浮いてやがる。
行き止まりか。階段も扉も見当たらねえ。確かにそうね。どうやって上に行くのかしら。手分けして調べるしかないわね。ロビンは文字の解読をお願い。ええ、もちろん。少しだけ時間をもらえるかしら。確か総裁殿の中で同じような文字を見た記憶があるわ。ルフィ、アルバーナに向かいましょう。ああ、わかった。さすがロビンちゃんだ。じゃあすぐに調べに行こう。また砂漠を越えなきゃいけないわね。それでどこに行きゃいいんだ、ロビン。この中にあの変な文字のヒントがありそうなんだよな。そうね。ここの地下に絵の描かれた天井があったのを覚えているかしら。ん、そんなのあったか。あ、思い出した。確かワニ模様のスイッチがあったとこだよな。そういえば、うん、確かにあったわ。ロビン、そこへ行けばいいの？ええ、あそこに描かれていたものが天行の塔で見た古代文字と似ていたような気がするの。それでは皆さん行きましょうか。よほほほ。よし、よくわかんねえけど行くぞ。クンフージュゴンはさすがにもういねえみたいだな。よ、こっちで合ってんのか。うん、このまま下に行くと谷があるんだけど、目的の場所はそこを渡ったところよ。待って、こっちじゃないわ。天井の絵は今通った場所の真下にあったはずよ。おっとっと。石板があったわ。この部分の文字、天行の塔のものと同じよ。どうしたの？どうやらこれは文字ではなく記号のようね。塔に戻って調べてみましょう。よし、ワフルドに戻るぞ。どう、ロビン。やはり記号が謎を解く鍵。組み合わせと反復、等間隔の補助記号、何かに似ている。これは？聞いてくれ、ロビンちゃん。このマークは子羊のパテを表現してると思うんだ。こっちのは具材を片付けろって指示さ。
ズバリこいつは子羊のテリーヌのレシピだ。ありがとう、サンジらしい意見ね。でも食べ物らしい文字はないのよね。羊のなんだそれ、うめえのか。そんな場合じゃないでしょ。ロビン、俺思いついたぞ。このふわふわした文字は草むらじゃねえか。その上に伸びた線は薬草、つまりこれは薬草をすりつぶした解熱剤の処方箋だ。そうか、そもそも今薬が必要なのか。そうね、ちょっと違うかも。分かったと思ったんだけどな、ごめんな。いいえ、ありがとう。一緒に考えてくれて嬉しかったわ、チョッパー。楽譜ね。一定幅での上げ下げ、反復と組み合わせ。確かにそうですね。ねえ、楽譜って何？音楽を記号にして書き表したものが楽譜です。楽譜があれば音楽を奏でられるのですよ。ただ残念ですが譜面の多くの部分が消えてますね。それじゃ正しく曲を演奏できないってこと？そうなんですよ。じゃあその楽譜の情報をメモリアで探してみる？そうね、急いでメモリアに向かいましょう。保管庫というのはどちらでしょうか。ブルック、それなら地下2階よ。すげえな、リム、よく覚えてるな。よし、そのホカホカ庫に行くぞ。保管庫な。それにしてもこの辺は焼け落ちてねえんだな。ええ、でもここより上の階は何もかもが黒焦げになっているはずよ。だよな。みんな、保管庫はこの先よ。この本ね。でも楽譜の情報は多くないわね。何が書かれてんだ？古の儀式について書かれてるわ。楽譜に関して書かれてるのは一部だけよ。あの天行の塔は神の息吹の祭壇。古代の空島の人々はそこで神の息吹を称える旋律を奏でた。その歌を知っている者だけが神の息吹に会えたと書かれてるわね。え、神の息吹を称える歌。ええ、救いの日差しという曲が書かれてるわ。私その歌を知っているわ。昔から何度も聴いているもの。楽譜なんかなくても大丈夫よ。本当か、リム。ルフィ、天行の塔に戻りましょう。これであの部屋の謎が解けるわ。どうすだ、リモ。黙って聞いて。これが救いの日差しよ。ああ、
本当にこういう歌なの？歌は合っているはずよ。でもほら、長い間歌ってなかったから。失礼します。うまく演奏できました。ツールが現れたぞ。やったな、リム。ブルック、こんな仕掛けがあったのか。このメロディーを覚えていたリムさんのおかげですね。いいえ、あなたのおかげよ。ありがとう、ブルック。よほほほほ、恐縮です。よし、これで先に進めるな。アディオ、待ってろよ。アディオ、待ってリム。すぐに追わねえと、この塔は危険だぜ。気をつけろ。上に何かいるぞ。CP9。 それもあの二人だ。動物園かよ。鳩のやつもあいつもどっちもぶっ飛ばす。メモリアで会った時より力が上がってやがる。おいおい、嘘だろ。関係ねえ、ぶっ飛ばして先に進むぞ。いつでもいいぞ。やっと俺の出番か。全力で行きますよ。よし、交代だ。ニューワン。うん、飛ぶ志願気立ち。粋なことするじゃねえか。やるの乱曲ネジ白人。おった、ほら準備はできてるぜ。思い出せ39。なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。なんだと。みんなで力を合わせるんだ。俺が万能薬になるんだ。よほほほ、助かります、チョッパーさん。こいつ強えな。ギアフォール。スネークマン。
ゴムゴムの。キングコブラ。まいったわい。ここまで。全員ぶっ飛ばして。海賊王に俺はなる。やったー。俺強く。ようや。早くリムを追わねえと。げえ、またヤバそうな感じだな。おおよそありえない組み合わせね。どっちも俺嫌いだ。ワニもミンゴもまとめてぶっ飛ばす。ねえ、ひょっとしてこいつらも。よほほほほほ、おそらく強くなっているんでしょうね。私、クロコダイルさんは初めましてですけど。どっちにしろやるしかねえんだ。覚悟を決めろ。よし、みんなやるぞ。イエー、乗ってるかベイビー。ニューワン。お前、俺に逆らうのか。バルハン。俺は諦めねえぞ。思い出せ。39。なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。その程度だ。よし、みんな準備できてるな。ギアフォール。スネークマン。ゴムゴムの。キングコブラ。ふざけるんだ。みんなで力を合わせるんだ。俺が万能薬になるんだ。よほほほ、助かります、チョッパーさん。おう。どれ。クソ野郎だ。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。この力があれば目指す。さすがに大岡七部会を二人同時に相手するのは応えますね。またなんかいるのか。邪魔するやつは俺が全部ぶっ飛ばす。麦わらの一味勢ぞろいとはね。無謀だね。全員ここで死ぬよ。貴様ら海賊は生かして返さん。待て待て待て、ちょっと待てって。さすがに三大将勢揃いはねえだろうが。ほら見ろ、ロビンでさえ言葉を失ってるじゃねえか。いいから構えろ、来るぞ。またお前らか。けど
俺はもうお前らには負けねえ。さあやってやりますよ。やっと俺の出番か。私が必要ってことね。ギアセカンド。ゴムゴムの。行けよルフィ。高み。レッドホーク。まとめてわし一人で十分じゃ。特別に見せてあげる。私たちの絆。三刀流奥義。一大三千大戦世界。いいよ。わしもやっと天の村雲。めちゃくちゃ聞いたぞ。なんで私なのよ。ウェザーエッグ。生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリード。おお、ここまでかね。アイスタイムカプセル。今がチャンスだ。この世に治せない病気はないんだ。ありがとう、チョッパ。おう。俺の方はいつでもいいぞ。一刀流よい。シシシソンソン。まだじゃ。まだ終わらん。覚悟はいい？ライオンラッド。あららら。あんたらも運が悪いね。よし、みんな準備できてるな。よし、俺様に任せる。必殺緑星ドクロ爆発ぞ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。俺が万能薬になるんだ。おお、ありがてえ。ガストソード。観念なさい。あらら、こりゃ、あんたがどれだけ強くても私の予報は外れない。この調子でいきましょう。必要な助かった。あの三大将相手に嘘みてえだ。キューブのデータは完全じゃないとリムが言っていたわ。そのままの強さを再現できなかったのね。勝ちは勝ちでしょ。さあ先を急ぎましょう。懲りない奴らだ。ハハハ、会いたかったぜ、神の息吹。海王類と見まごう巨大な体にまがまがしい嘆願。ガキの頃俺のじいさんから聞いた通りの姿だな。好きなだけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるかな。
俺のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとな。俺のコテコテの能力は、船だろうが兵器だろうが操縦桿さえあれば何でも操れる。これは賭けだ。俺の命と魂を賭けた。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。どうだ神の息吹、こんな巨大兵器を本当に操れるか一か八かだった。だが俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあここからだ。俺は世界を作り直す。この力を使ってな。答えてみやがれ神の息吹、誰が主人だ。9番艦からは応答がありません。ほとんどの友軍が海の木図か。なんということだ。すべてワフルドからの気象兵器による攻撃と思われます。この威力がゆえのバッサーコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。4隻で挟み撃ちだ。敵に的を絞らせるな。この任務はバッサーコールである。巨大兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。何隻でも来いよ。時間ならある。最後まで付き合うぜ。アディオ、お前か。これはどういうこと。嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの。どうしてこんな。そうだなリム、お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだからな。リム、え、ありがとな。お前の役目はここまでだ。リム、リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リムはお前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのかお前。リムが友達だと。くだらねえことを言うなよ。まあいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。アディオ、ルフィ、嘘だろ。どうしてルフィに雷が効くんだ。神の息吹は雨、雷、吹雪、
あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても、鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか。俺のコテコテで掴んだものはこの通り、俺の思うがままに操れる。なんだと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか、厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。これも俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時に、そのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄までしびれちゃいました。くそ、動けねえ。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全ては俺の想定通り進んだってわけだ。メモリーに行くたびにリムが弱っていったのも、あなたの能力の影響だったのね。そうだな。コテコテの技はリムには負担だったようだ。リムは何も気づいてねえだろうがな。先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。待て、アディオ。ルフィ、ルフィ、リムが息を吹き返した。リム、しっかりしろ、リム。アディオは悪くないの。私と同じ、寂しかっただけ、仲間が欲しかっただけ。このままだとアディオはずっと一人。ルフィ、アディオを助けてあげて。リム、おい、なんだよこれ。キューブになってしまったわ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのか、そんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない、リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんな、アディオの後を追うぞ。